はい、こんばんは、島津です。カリスト続きからやっていきたいと思います。前回、囚人が隔離されている収容所の前まで来たんですけど、ね、本日はこっからやっていきたいと思います。で、ここ開ける方法なんだけど、アイテムで、ここに落ちてたアイテムでグリップがね、めっちゃ多かったんですよ。ほら。つまり、グリップで、動かす、ギミックがあるみたい。と思ったけど、みんな登る場所あったわ。登る場所が。いや、前回全然気づかんかったわ。で、これ、はい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 。多分、お、待て。囚人。タイグソン。これで全部揃いました。ここさ、もうちょっとさ、読みやすくしてほしいよね。結構こういった資料関連もじっくり見たい派の人もいると思うから。まあ、読めないことはないんだけどね。みんなにはね、おそらく見えてないと思う。まあ、カルテルのメンバーだったみたいですね。ギャング。簡単に言うと。で、ヒューズが必要。下から取ってこいってことか。じゃあ、はめて、これで、あ、電気ついた？ついたか？ついたよね。ついた。完全に。で、これが回るのかな？グリップで敵をつかむ。おおお。おいしょ。こんな感じだよね。ふみふみ。どこ？また来る？急に重くなったな、フレームレート。持って、本。オッケー。あとどこだ？あとどこ？もう来ない？あ、来てんな。あ、デブッチョ！デブッチョは、あ、しまった。引っかかんなかった。デブッチョやれた？あ、やれたっぽい。デブッチョやれたっぽいけど、あれ来ないぞもう。終わり？いや、終わりでやってほしいよね。おっ、おめよ。バカ、バカ。危ない危ない。危ない危ない危ない。おい。やばい。バッテリーが切れた。やべやべやべ。おっ、おいしょ。おいしょ。殴れ。クイックショット。よし、割れた。めっちゃいる、めっちゃいる。上、上、上、上。終わり？終わりかな。まだ来た。あれ？ちょ、待って。あ、巻き込まれてる、勝手に。よいしょ。OK。どうだ？登ってくる？これで終わりっぽい。あ、おお。危ない危ない危ない。いや、こいつは、起こすな。起こすなっつうか。やばい、俺も落ちちゃった。いける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 。よいしょ。よいしょ。やれた。え、ここ、新6ね。ふみふみ。ふみ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 。アイテム、アイテム落とせ。アイテム。あ、終わった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 。終わったか。終わったか。違う違う。武器関連。よかったよかった。終わった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 。制御室を探せ。漢方へ行くにはそこを回転させないと。はぁ、振動。グリップでね、うまくね、機械に当てるっていうのがね、まあ、ここの攻略のコツですね。103。めっちゃ持ってるやん。で、まあ、ゆっくり、回収して奥行こう。ショットガンはね、もう確定で作れますね、これ。ここは、あ、もういけるんだ。なんじゃ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 、怖怖怖怖。怖怖怖。え、
結構歩幅早いな。結構歩幅早い。あ、ストンピングがいいのか。あれ違う違う、待て待て。すげえ。すげえ。自衛隊の歩幅前進をしのぐ速さですよ。もうこれで殴ろう、殴ろう。いや、しのぐというか、まあ、自衛隊ばりの歩幅前進か。かなり早かった。上っぽいね。どう？制御を再起動するの前にこっち。UJC プリンティングから良い一日を。ショットガン。UJC はいかなる欠陥の責任も負いません。いや、欠陥の責任。検証済み。欠陥の責任は負ってよ。ね。弾は何発撃てんだ。あ、待って。武器のクイック切り替えメニュー。パッドか。十字キーで選択が可能みたい。あ、こんな感じか。で、まあ好きな方を A ボタンを押して選択すると。そうだよね。あの、持ち手のトリガー部分っていうのは1個しかないから、それをね、装着して、まあ、切り替えるって感じっぽい。だから素早く装備を変更して撃つってことは難しそう。よし、完了だ。よし、いいぞ。次はあの看板を開けろ。制御盤へ向かえ。今行く。エレベーターで看板まで降りる。ここ開けて。一体か？一体っぽいね。あ、待って、戦闘中は？うわー、マジか、お前。ジェイコブ、お前マジか。戦闘中も、ジェイコブ普通に、しゃがみながら回復するんだけど。ジェイコブ、お前どんな精神してんのよ、こんな土壇場で。こんな土壇場でお前どんな精神してんのよ、マジで、ほんとに。まさかでしたね。フィニッシュムーブ？いかん。皆さん、ジェイコブはですね、戦闘中でもね、こう、ゆっくり回復をしたい派の人間みたいです。なんかね、チルしながらね、回復したいんですかね。チルって、落ち着くとか、そういった意味合いだったよね。回復する際は、こう、落ち着いて、ゆっくりしたいんでしょうね。死ぬぞ。死ぬぞ。この世界でそんなことしてたら。今回はさ、障害物があったからいいけどさ、これがあったから、あいつの吐しゃ物ね、食らわんかったけど、勘弁してくれよ、ほんとに。戦闘の時ぐらいもうブスってさせよ、走りながら、ほんと。おどこ？あ、待って、あ、待って、やばいやばい、ちょっと待って、切り替え。ちょっとね、ミスっちゃった。ショットガン使っちゃったよ。ほい。これ、よいしょ。あ、ダメ、失敗。よいしょ。ほい。で、どこ行くんだ？収監場所は。これか。これが収監ユニットっぽいね。つまり、開けんの？どうにかして。オープンできあるいける？見つけた。動くぞ。よし、すぐ行く。ん？いなくない？
あれ？イライアス、ここでいいのか？あ、いたいたいた。ここから出せ！ここで何してるの？一体どうしたってんだ？知ってたのか？探してたのはこいつか？俺だって助けてくれる奴がいるとしか。私が助ける。ここには長くいる。俺なら無事ハンガーまで案内してやれる。そんなお前はシャトルを呼べるよな。奴が操縦する。俺たちが協力さえすればきっと。ありがとう。でも私は運に任せる。一言忠告しとくね。こいつのことを信用しちゃダメ。警告、緊急ロックダウンを実行中。イライアス、本当だ。彼女が誰かも知らなかった。ここのことは全て承知だと。うん、そのつもりだった。じゃあどうする？艦砲が繋がるまでは出られない。俺はトラムに乗れるが、お前は無理だ。なるほど。いや、大丈夫だ。廃棄物処理施設へ行け。到着したら教えろ。データ転送完了。待て、今のは何だ？ちょっとしたものだ。とにかく計画を信じろ。じゃあ後でな。彼を信じないで、その言葉ね、そっくり返すよ。お前らが入ってきたからこうなってんだぞ。で、ダニ中村の、データがあった。これだよね。登場人物の枠だよね、これ。ダニ中村。テロリストグループ、アウターウェイのメンバー。安全なネットワークとシステムをハッキングする腕前を発揮。エウロパで最近起きた事件への関与疑惑を含む多数の未解決事件に対する令状で指名手配。非常に危険。接近すべきではない。ハッカーだから、シャトル呼べるってことみたいね。で、囚人っておそらく、ダニー、中村のことだろうなとは思ってたんですよ。そしたら、案の定でした。廃棄物処理施設に行けっつった？高くない？高いよね。高いよ。お、危ない危ない危ない。なんかいいな。トラムの駅に。おお、だ、いたいたいた。はい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 。はいはい、オッケー。なんかまた新しいフィニッシュムーブ増えてません？ねえ、頭をかち割るフィニッシュムーブなんかなかった気がするんだけど。トラムって駅だよね。デッドスペースにも出てきましたけど。おお、やばい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 。なんか幼虫いる。チェスト派がとはまた違うタイプだったよね、今の。なんじゃなんじゃなんじゃ。おお。今トラムを呼んでる。入った時と同じようにこっそり脱出するんだ。向こうの角に通気口がある。わかった。で、さっきのデータって何ですかね。なんだ？後ろ？どこだ？どこだ？どこだ？え、わからん。わかんないけど、奥に66首がいる。処理しましょう。多分だよね。違う？違ったかね。違ったかもね。おお、そっちか。やられた。フェイクを打っちゃったっぽい。くそ、離せ。
ああ、でもね、なんとなくね、こいつが飛び出てくるところ分かった気がする。異様にでかいわ。うん、頭一個分と、まあね、首の部分が、うん、あるから、異様にでかい。ん？なんか、今のはなんだ？うん。おららら、あ、こいつ？あ、ちょっと待って。あ、感染した。今のチェストハガーか。液を流し込まれたよね。感染する液だと思うんだけど。で、連打してたけど、もう HP が足りんかったっぽい。おお、だ。こいつかね、こいつが今飛びついた。ちょっとね、ちゃんと見れんかったんだよね。これはやっぱね、でかいわ。うん。こういったのは偽物。なんだ？What was that? 見える？こっから。あー、いたいたいた。あー、いた。離れろ。あれ？チェストハガーじゃん。あ、待って、あれ、おる。ちょっと、あべ、あべ、あべ、あ、待って待って待って、チェストハガー、チェストハガー。新種かと思ってたけど、ね、ハイズって言ったの、チェストハガーでした。で、チェストハガーに やられると、まあ、さっき不具合かなんかわかんないけど、チェストハガーは映ってませんでしたけど、液体をこうね、入れられて、即感染するみたい。だから、ま、気ぃつけんといけませんよって感じ、みたいですね。で、こっから、チェストハガーが大群で出てくんじゃない？ほら。ね。よいしょ。そうだよ。ちっちゃい卵からは、こんな感じでチェストハガーがちょろちょろ出てくるみたい。ここら辺からこういった卵に関しても注意しないといけないです。やめろ、やめろ。HP が足りない。危ない。卵関連はまあ全部注意しないといけませんね。どうすかな。待て待て待て。おお、いた。来いよ。ああ、ダメダメダメ、ごめん。危ない。ちょっと待って、回復しようと思った矢先、その飛び出しはダメ。あ、やった、スカンクガンゲット。ん、どこだ。あ、乗り越え、違う。あれ、どこ行くんだこれ。あ、ここかだよね。うん。なんかグリップでできそうな雰囲気っつうか、マークっぽいのがあった。オッケー。壊れた。もろいな。向こうの角にある通気口から廃棄物処理施設に行ける。ロボットどもに気づかれるなよ。あれ、バレた。バレた。よいしょ。大丈夫大丈夫、問題ない。なんだこれ。あ、ジェイコブの身体情報ですかね。弾欲しいな。おおおお、ロボタ、ロボタ、ロボタがいます、みんな。ロボタ倒せそうだよね。ショットガンもあるし、スタンバトンもあるから。ロボタも機械なんでね、高圧の電流には弱いはずだから、倒そうと思えば倒せるんじゃないかなって思うんすけど、どうでしょうかね。
おい、ここいるぞ。気づけ。気づけ。来れるもんなら来てみ。卑怯。卑怯じゃねえ。ロボータ。あそこガラスでしょ、強化ガラスかなんか。向こう貫通させてきたんだけど。は嘘。あそこもしかしてガラスなかった？いや、あったよね。てっきりガラスがあるから大丈夫って思ってたんだけど、普通に貫通されて、最終的に頭打たれましたね。待ってね。ん？ガラスだよね。ガラスだよね。ガラスだよね。あいつずるくね？怒った。怒った。もう正面から、こっちも。戦いますよ。は動かないでください。いないよー、いないよー。バレてんね、めっちゃバレてんね。走れ、しゃがめ。あ、でもね、あいつ壊れそう。うん、火吹いてる。火つうかショートしつつあるから、倒そうと思えば倒せるでしょ。遠隔武器でロボットの頭を撃つ。遠隔だよね、倒せるわ。銃なら。一番最初を接敵したとき、バールで倒そうとしてたけど。ね、あれはさすがに無理だったけどって感じか。倒してやる。ロボだ。いける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 。あらあら。ほら。うっ。あら、もう中間者、すべての敵対的行為をやめてください。はあ、ゴリってされた。ダメか。やっぱショットガン一発じゃダメっぽい。体力あったよね、ある程度。だよね、体力あったよね。待って、ロボタの攻撃ワンパンってこと？だから、ハンドキャノンの方が有効なんだ。向こうの近接はワンパンっぽいから、ショットガンは不向きだよね、近接特化の。マジか。ワンパンは分かんなかった。マジ。くそ、ロボタメ。やりやがって。遠距離、いけるか？中間者は直ちに自分の官房か作業ゾーンに戻ってください。あ、撃ってくる。場所バレてるわ。場所まあバレてるけど。致命的な不具合をケーラー。よーし、ロボタ倒した。動作停止。たわいもねえわ、銃があれば。自分のハンドキャノン効果上げてっていうか、強化して、あの威力上げてるからこんだけだったけど、もうちょっとかかるんでしょうね、本来なら。で、ね、視聴者さんのね、お話によると、ロボタからもね、アイテムが、あ、取れた。デコーダー、なんだデコーダーって。俺が聞いてた話は、ロボタからエネルギー変換器が手に入るよっていう感じだったんだけど、うん、なんかデコーダーっていうのが手に入った。リフォージで売ればカリストクレジットを多少入手できる部品。あ、これも換金用のアイテムなんだ。これのことを視聴者さんは教えてくれてたんだ。っていうかさ、ロボタさ、感染者いたら、クリーチャー見たら攻撃するんですかね。そこちょっと気になるよね。三つどもえっていうパターンはありえんのかね。いや、まさか足をね、破壊して、機動性を失わしてからとどめを刺す。そうだね、戦略としては申し分ない。機動力を奪って、ね、とどめを刺す。わかりますわ。おっと。はい。ちょ、もうたまねえんだよな。たまないから、カウンター。よいしょ。おい。ああ、待て。こいつらってさ、よいしょ。防御力あるんですかね、通常の敵よりか。やばい。警備服だからさ、それなりに防刃とかさ、ね、防弾性能がある装備を着てそうだから、
そういったのも反映されるんですかね。どうなんでしょうか。よいしょ。駅から出る？あ、もう来てんだ。駅っぽい。こん中が。最後に一つ。中に週刊誌を逃がさないための罠がある。今なんて言った？これ？トラップって。あ、待て待て。オッケー。これなんだ？待て。多分持って壊す。持って壊す。オッケー。いける？こっちはいけない。弾ありがてえ。なに？あ、それトラップ！危ない危ない危ない。ビビるってそれは。はあ、とんでもねえトラップが。だから、こうだよね。で？待っとくのか。待て待て待て、お前空気読めて。マジか。いけいけ、よし。情け無用。空気読めって。これが見えねえの、見えねえのか、この機械が。危なかったな今のは。今のは普通に危なかったな。ここ入れんかったらやばかったよ。センサー入る。はい。OK。まあ、だよな。分かってた。で、危ない。あ、嘘。よし、バイバイ。おー。怖いよー。怖いよー。はい。今や。急げ。戻ってくる前に。待て、今出たね、後ろに。あ、巻き込まれたっぽい。バカめ。じゃあ、俺は行く。貨物置き場っぽいな、違う。イライアス、着いたぞ。チェックポイントだ。チェックポイントに着いた。よし、窓へ寄れ。何が見える？何が見える？吹雪。綺麗。綺麗ね。あそこ何ですかね。カリストが確か木星だよね。木星にある施設だったから、木星付近の星っぽいね。ああ、すごい景色だ。ま、すごいのは確かだ。あの大嵐には絶対巻き込まれたくない。ああ、見える。ハンガーも見えるぞ。あれが外への切符だ。あそこで散々仕事したのに。昔のことに思える。そんな暮らしが恋しけりゃ計画に従え。というわけで次は居住ドームだ。どうやって行けって言うんだ。普通なら行けない。だが俺を信じろ。どういう意味だよ。あそこで働いてた。情報収集とも言えるかな。記録がある。近くに行けば起動するよ。コアにソフトをアップロードした。それに従えばドームに着く。その後はトラムの駅で合流だ。わかった。また連絡する。いや、無理だ。ドームに着くまでな。お前は地下に入る。そういうことか。他にも言ってないことが。いいから早く行けよ。近くにハッチがある。それじゃ、幸運を。そっちもな。確かね、カリスト自体はね、週刊誌用の施設が建設されてる星だったはずなんだけど、ああ、そういうことか。多分ね、刑務官とかの親族とか、家族とかが住んでるエリアってことじゃないですかね。で、まあ、刑務の一環でそこでイライアスは働いてたっていうことを言ってるのかもしれません。はい。それではね、本日はね、ここまでにしておきたいと思います。次回はね、多分ね、あそこのこと言ってると思うんですけど、居住区に向かっていきたいと思います。初のね、ロボタとの戦闘になりましたけど、まあ、近寄ったらね、ワンパンっていうことが分かったんで、なるべく、近づかないようにね、して戦いましょう。はい。それでは、島津のカリストプロトコルになりました。
またよかったらね、ぜひとも見てやってください。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。